でも本当に綺麗になったね。喫茶店っていうよりカフェだね。ごめんなさいね、せっかくのお花の申し出だったのに断っちゃって。いや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 。じゃあごちそうさま。ありがとうございました。この緑、私の趣味なんだ。こんにちは。いらっしゃいませ。どうも。あ、もう入るの？うん。あ、ん？ここにクワガタがいてもいいかも。私、カブトムシのおもちゃなら持ってる。ああ、また私の名字をからかって。じゃあね、皆さん、さようなら。クワガタさん、ここでいい？え、どうぞ。いつものお願いします。はい、クワガタさんはここでしょ。あ、冗談でもひどいんだ。もう、あの人は。まあまあまあ、どうぞ。はい。ねえ、今帰った人、ここのリニューアルオープンにお花を出そうとしたってこと？そうなんですよ。知り合いの花屋さんから成果を出そうかって。だけどほら、ビニールとかさ、かけたってなんか虚しいじゃん。そうね。でもビニールかぶせておかないとお花持ってっちゃう人いるもんね。うん、そうだそうだ。名古屋だからな。でも悪い悪くないんだよ。うん、葬儀のはもらっていいのとおっちゃんになっちゃったのかしらね。そうかね。でも最近は花の飾り方も変わりましたよね。そうね。昔は自宅でお葬式してたし、外に黄色や白い菊の花がずらーっと並んでたもんね。ああ、そうそう、あれよく持ち帰ってきた。兄弟で持って帰ってきて、お母さんがこんなにたくさん持ってきてどうすんのって言って。確かに。だから隣のお家にお裾分けしに行った。私最近カサブランカをいっぱいもらったんだけど、花の香りがすごく強くって、お隣さんに半分もらってもらっちゃった。確かに。ブランカはいい香りよね。でもね、数が多いとちょっとね。私、ユリの花はちょっとでも咲いたらおしべを先に取っちゃうの。なんで？知らないの？南條、花粉がすごいのよ。服についたらもう大変。南條は切り花の世話したことあるの？ないでしょ。いつも奥様に任せっきりでね。はい、すみません。劇団の舞台公演でもらったお花は全て奥様がお世話を。仕方がないわよ、昔の男の人はみんなそう。でも今の男の子はどうかしら。奥様が教えればやるわよ、毎日。そう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 。あのね、ユリの花粉の話なんだけど、うちの猫がユリの花にね、シュリシュリして顔中花粉まみれになって、もう取れなくて大変だったの。しばらくずっと取れないんだもん。それでね、拭き取ろうとして追いかけたらもう逃げちゃうし、カッカッて噛むし。そうだったわね。アミニチの猫、白い毛足の長い猫ちゃんなんだけど、毛の先が少しグレーがかってるの。その猫ちゃんの顔半分に茶色い花粉がいっぱいついちゃって、思わず笑ったわよ。あんたうちの猫、ミケ猫かって。